栗山議員の三戸町、教育大綱についてのご質問にお答えいたします。三戸町教育大綱は町長が教育委員会と協議し、教育、学術及び文化の振興に関し総合的な施策の大綱を定めたものであり、現行の大綱は第4次三戸町総合振興計画の基本方針に基づき定められたものであります。計画期間終了年度の今年度までの実施状況でありますが、18項目について各分野で重点的に推進してきたものについてご説明申し上げます。まず学校教育の分野においては、小中一貫教育の推進について取り組んでまいりました。小中一貫教育は町学校教育の根幹となるものであり、豊かな心、確かな学力、健やかな体を目指し、三戸町小中一貫教育要領に基づき行ってまいりました。町独自教科の立志化、小学校1年生からの英語科の学習、パワーアップ学習等を実施したほか、不登校対策としての生活リズム講演会や学力向上対策としての学習コーチ事業など各種事業を行ってまいりました。小中一貫教育は導入以来10年が経過し、他の県内外の自治体から視察を受け入れながら情報交換を行い、制度の充実推進に日々取り組んでおります。学校教育における教育環境の整備においても、安全で安心できる学習環境づくりのため、今年度国の交付金を利用し、町内のすべての学校の普通教室へ空調設備クーラーを設置しております。小中一貫教育の充実とともに教育環境の整備を図りながら、心豊かでたくましい児童生徒の育成に取り組んでまいりました。次に社会教育の推進の分野においては、高度で多様な学習ニーズや高齢者の生きがい、自主学習の支援など多岐にわたる住民ニーズに対応するため、高齢者学級ことぶき教室や公民化講座の等の開設に取り組んでまいりました。また地域社会の連帯感の醸成や町民相互の交流親睦を図るため、総合優勝生町内対抗スポーツ大会の充実などにも取り組んでまいりました。次に文化芸術の振興の分野におきましては、郷土の歴史や文化の保護継承に努めてまいりました。このうち町が誇る歴史遺産である三戸城跡については、国史跡指定を目指すための発掘調査をし、大門跡や本丸跡から大規模な遺構が発見されるなど、着々と城跡の歴史の解明がなされております。今後も引き続き町民一人一人が三戸町に誇りを持てるように、さまざまな活動を通じて文化の振興に取り組んでまいります。以上、教育に関する総合的な方策である教育大綱を具現化するため主なものを述べましたが、今後も子どもから高齢者まで生涯にわたる生きる力にあふれた学びの町を目指し、引き続き鋭意取り組んでまいります。まだ教育委員会事務局長。県は抗議員の方から18項目ではないのではないかという話がございましたが、大変申し訳ございません。19項目となっておりますので、訂正の方をお願いいたします。大変失礼しました。